ははい、えー、では本日の高橋博之のシネマ館配信も映画監督のお話を聞きたいと思います。えー、まずは自己紹介のほどお願いいたします。えっと、光るクジラという映画を監督しました、えっと、森田裕之と申します。えー、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はダブル広之でお届けしたいと思います。字が違うんですけど、変換すると監督の広之に、そ,そっちの方がさっき出て広、はい、之さんの名前でございますけども。はいはい ね『光る鯨』っていうすごくあのあの興味を引く題名で入っていったんですけども、えー、簡単にあらすすいいいのお願たしますはいはいえー、と23歳の女性コンビニの店員の女性が主人公なんですけども、はい、彼女の幼なじみの小説家が残した『光る鯨』っていう小説がありまして、はい、でそれをこう手にでその小説家がある日どっか行っちゃうどっか消えてしまう。 <で>はい、彼を追って、その小説家、小説に書いてあった通りの方法を使って、昔住んでた団地に行って、はい、でエレベーターに乗って登ったり降りたりすると、そのパラレルワールドに行ってしまうみたいな、うん、でパラレルワールドでその、えー、小説家の彼と再会して、はいろいろ物語が展開していくというお話です。ごくあのお金を使わない SF 映画として、はい、あの成り立ってましたね、すごいね。あ、本当ですかありがとうございます。うん、あのすごくアイデアというかあの、ちょっといろんな部分の取り方っていうのが SF を表現してるとい、ね。はいあの。何箇所かは CG っぽい感じのシーンがありますけども、逆に周りで使ってないのにそのシーンがすごく生きてきますね。はいはいはい。ねあのまあ、後半戦もちょっと,ちょっと、まあ、あんまりネタバレになるんで言えないんですけど、 あここでこういうシーンだっていうのもいろいろあってあのちょっと新しい令和的なパラレルワールド描き方かなっていう感じがしたんですけど、はいろいろ SF 感を出すのに苦労されたんじゃないかなと思うんですけどもそうですねなんかその <laughs> さっきもおっしゃったんですけどパラレルワールドだからといって本当に ものすごい SF というか SF っぽいガジェットを出すとか、はい、変な妖怪が出てくるとか、はい、まあエイリアンがいる住んでるとか、まあ、そういうことにはしたくなくって、はいはい、パラレルワールドって言ってるけど、うん、本当に現実の世界と何も変わらなくて、うん、ただ単純に月の大きさだけ違うっていうような、はいはい、そういうことをなんかやりたくって。うん なんかこうその方が物語にもずっとこう入っていけるし、うん、あんまりこう登場人物たちがこうパラレルワールドに行ってもすぐ割とこう順応しちゃうというかうん、うん、割とでもそのなんか今の若い世代の人たちというか主人公を演じてくれた関口あおさんも、まあ、24歳、うん、23歳とかなんですけど。はいうん 主人公も23歳の設定で、はい、何かこう、僕もその若い世代とこう接する、結構、なんていうんですか、順能というか、うん、そんなにこう、感情を極端に動かさないというか、うんな,ね、なんかそういう感覚っていうのがとてもあって、はい、で彼らがこう、パラレルワールドにもし行ったとしても、そんなにこう、わーみたいなことにはならないんじゃないかなと思って。うんうん、そうだね。 これであのボ冒頭が我々ちょっとショッキングなシーンから始まって、はい、まあそれがまあ後,に後々ちょっと意味が多分あるんですけども、はい、でそこからは我々普通の姉妹物語のね現実的にな話で。そうです、ね、日常の話です、ねね。そうそう。本いつどうなっていくんかなと思ったら、はい、いきなりパラレルワールド入っていって、まあ、見てる方は我々初めに白を見てるんで、はい、これがパラレルワールドだなっていうのが分かって、主、うんはい、人公が微妙ですよね、そのパラレルワールドを。 理解するのが早いねんけどもんなんかこう導入がすごい不思議やなと思ってねははいはい、はい、思いましたねだから意外とその主人公がそれを理解した時から観客の方も引き連れていくっていうかうそういう同時進行で逆にこれこそ平行的なパラレル、はい、観客と主人公がちょっと同時に気持ちが入っていったっていう感じですねはい、はい だから見ていてこの主人公が不思議やと思うことも観客としても不思議やなっていうのが同時で感じられた、はい、こんな感じです、ねうん、なんかあの今は割とやっぱファンタジーとか SF とかが作りづらい時代というかはい、はい、特に実写の映画は感じてて。うん で今回はも本当最初の日常の物語って本当結構たっぷり使って、はい、最初の30分ぐらいは割とこう日常の物語っていうか日常劇なんですけどそうしないと脚婚というかその構成的になかなかこう、はい、SF の物語に入っていけないんじゃないかっていうのはすごく感じてて、うんうん、これはあの まあ僕というか結構映画全体のこの流れというのがちょっとファンタジーというか SF がまあ作られるのも少なくなってきてるんですけどやっぱあんまりそういうものでもあの映画になかなかこう信じられるものが昔よりかなかなか難しくなってきてるのかなと思って。丁寧に割とこう日常から 徐々に徐々に、うん、本当になんかフェードいいんじゃないですけど、はいはい、少しずつこう SF の世界に入っていけたらいいなっていうような構成には、ちょっとだいぶ悩みながら作りました。ね、これ、まあ、光るクジラで、まあ、まあ、いろいろクジラにも引き込まれるんですけど、ある意味、もう一つの,、はい、あの主人公として、月っていうのもね、われ、はい、あ,あって、その月のシーンにもこっちは見てる方がわれ、引き込まれていくっていうのは。はい 曖昧間に月が映るんですけども、はい、それごとにまたちょっと違う感情になるというかね、そこが、えっと、月っていうのが本当に現実なのかどうなのかっていうところもちょっと優秀な役割してるんじゃないかなと思いましたね、はい、このです、ねはいそうですね。すねうん、月,月は結構 意味がね、そうですね。ねはい。いう重点を置かれてますよね。うん、で、あの、先ほど言ましたけど、これ、だから、まあ、死の世界を描く、なんか新しいパターンの作品かなっていう感じでね。はい。あの死の世界を描く、まあ、これが全部その死の世界ではないんですけども、死を描く、なんか新しいパターンの作品かなっていうのを思いましたね。はいで。それを表現することでこの、今度また生きるっていう。 意味も出てくる、うんね、だからあの、このジャンルでヒューマンドラマも付け加えてありますけど、はい、あ、なるほどなっていう、なんかお話でしたね。ヒューマンドラマっていうのは、はい、SF のヒューマンドラマってどうなんかなと思ってたけど、全体を見ると、ね、なるほどっていうのが。<laughs> そうですね。なかなか直結というか、はい、SF だと SF にこう結構 偏っちゃことどうこう人間を描くのをこう融合させたいのかっていうのをとても悩みながらやっぱ一番そういうことをやりたいなと思ってたので,そうです、ね、まあ先ほどちょっとこの収録前にお話しさせていただきましたの監督がウルトラ Q の世界が好きいですだからその割合、はい、ちょっとオマージュみたいなイメージもあるかなっていうね そうですねやっぱ「ウルトラ Q」は完全懲悪の物語じゃなくてヒーローは不在ヒーローが不在が本当に面白いなと思っててウルトラマンって完全ヒーローなので、はい、なんかそういうものはでも実際にやっぱ「ウルトラマン」っていうのは日常にはいないし、うん、ただああいうなんていうんですかね「ウルトラ Q」に出てくる化け物みたいな怪獣とかはもしかしたら、うんうん まあ、まあちょっといろいろ意味合いがねまた変わってきますけど、うん、本当に悲しい出来事みたいなのは世界中にたくさんあるからそういうのを怪獣としてこう出してるみたいな、うん、ここまあでもそれに対して人がどうこうあがいていくのかっていうのがまあ面白いところでやっぱウルトラマンはやっぱ日常にはなかなかこう出てきてくれない。<laughs> うん なあとは思いますよね、うん、でもなんかこの話はだから別に現実にあってもそうなんやっていうねなんかそういうそうですねそういう願いもはいだ、うん、からこれがそれやからこの人は変わってるっていうね思いもないし、はい、あ昨日なんかパラレルワールド行ってきたんですかっていうなんそう言われ軽い気持ちでも見えてそうですねできるだけその、うん、はい本当に日常の 登場人物とできるだけこうお客さんが一緒の気持ちというか、うんうん、同じ場所でなんかこう一緒にパラレルワールドに行けるような物語っていうか、そういうのをだいぶ意識して作りましたね。うん、でだから、これ今日あの内容は言いませんが、我、ラスト20分で急にこうヒューマンドラマになっていくっていうか、そこへちょ,ちょっと流れが変わって、そこへ行くまでの なんか話なんかなっていう、ねうん、急に変わってあこれを描くためにこういう展開だったんやと思って <laughs> そうですね、うん、まあ少しラスト一応脚本はいろいろ変わったんですけど本当にラストのあそこの姉妹がじゃあ最後どうなっていくのかっていうのは一番変わらないところで。うんうんうん うんあのー、結局、主人公はじゃあどう,どうしたいのかっていうか、うん、どういう願いを持ってこうパラレルワールドに行ってたのかっていうのは、うん、ま最後に分かるんですけど、それはずっとこうやりたいところだったっ。じゃパラレルワールドって何だ,だったのっていうのが、ちゃんとこう提示したいなって思ってて、うんうん、で見終わった後に、なんかまあ、 まあそういうことだったんだなぁみたいな。生ま、うん、あれ、あの、到達点がそれで、そこは感動しましたけども。はい、あありがとうございます。はい。で、まあ、最後ね、結局、彼女が一応シンガーっていうことで、歌を歌うんですけども、はい。まあ、あの、まあまあ、ちょっと見て,見ていただいたんあですけど、あの歌の詩が全てというか、すごいですね。<laughs> はい。ああ、そうですね。あれがもうこの 全てを語ってるっていうかそっからなんか波状した、ね、映画なんていうような感じもねこの映画できって歌ができた、ね、なんか歌からなんかうんこの作品を作ったかなと思いますよねそうですね割とこう、うん、ドラマ映画の物語上でもあんま触れてないようなところで歌詞で言ってたりとか実はしてて、はいろいろこう そうですね歌詞は割とこう最初の方にできてたんですけどその前のこういろんなエピソードで、うん、あの幼少期の、あのー、少年たち時代少年時代の3人のエピソードとか、うん、もうちょっと脚本上たくさんあって、うんうん、それが最後の歌に直結してたりとかしたんですけど,ど、ね、ちょっとだいぶ長くなっちゃったんでいろいろこう削って削ってって、はい、エピソードはだいぶこう、えー、となくなってくる。 特に少年時代のエピソードっていうのは本当になくなっちゃったんですけど,どただそこの話っていうのはあの最後の歌にはいろいろ残ってて自転車でみんなで商店街に行ったエピソードとかそういうのも実は最後の歌の中であの糸が歌ってるっていうのは実はそうですね劇中では描かれてない部分なんですけどだか、うん、なるらその辺も良かったんだろうし他のも あの劇中で我々流れてる音楽とかね、ね、はい、すごく良かったですね、これね。あありがとうございます。うん、なんか、あの我々その音楽にもちょっとこだわってはるんかなっていうのはありましたね。うん、そうですね。そこまで真剣にすごく音楽があっていうんが <laughs> 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 感じま感じ、ね、そうですね、でも、まあでも音楽も、うん、あのこ90年代のその、 パソコンとか、はい、携帯電話とかあとルーズソックスの女の子とか出してるんですけど、はい、音楽もちょっと90年代に流行ったような、はい、ちょっとこう何て言うんですかね小室哲哉とか流行ってたんですけどああいうのをちょっと音楽家の方に聞いてもらって、うん、こういう感じにしたいみたいな、はい、ちょっとこう何て言うんですかねあのエレベーターのシーンとか特になんですけど。はい あと一番最後のラストのエンディングのテーマも、うん、やっぱ締めっぽく終わるんじゃなくて、こう、うね、最後明るく終わりたいみたいなところでいろいろこう打ち合わせして、これね、やっぱり映画見る中でちょっと音楽にも気を引きながら見てほしいっていうのがね、我々ありましたね。我々話流されるんですけど、はい、今回見ていて、我々その音楽のところでもちょっとあ。あれ ありがとうございます。止まりましたね。あのその歌も歌的にも。逆にあの歌をエンドロールで長さんと劇中の中で入れたっていうのも多分成功かなっていうのは <laughs> そうそうですね。どっちか誰もエンドロールで流しちゃうような方の方も多いですけど、それを歌わしたっていうところはやっぱりこの映画の一つの目玉かなって思いますね。はいはい、うん。思いました。そうそう うん、なんかすごく最後に感動さすなっていうあ,あよかっのに憎いな、憎いなと思いがながら、<laughs> 半分一瞬、ちょっと、まあ、こっちも見ながら止まるところもはっきり言ってあったんですけども、それがこう本当にラストにキューって向かって、あのいろんな方があってで、その冒頭のそのシーンも、あ初め、それが必要なのかなっていうのがあったんですけど、うそうですねで最後見ると、 まあそれありきやなっていうところもありましたよね。んうん、はい、そうですね。結局、その冒頭のシーンも最後まで生かしたっていうのは、なんかすごいなと思いますね。あありがとうございます。単にきっかけだけで撮ったシーンではなくて、あ<ー>非常に意味のあるシーンやなと思うし、だただ劇中見てる間はそれを忘れてたんですけど、ははいはい,はい、はい、思い起こされて、はいあなるこの全体としてもこの光るクジラという作品は、こういう。 本当に、ゴールなんやっていうのが。そうっすね、なかなか、ちょっと、そうっすね、物語に触れちゃう、なかなか言えないですけど、そうっすね。あの、頭が、ぐるぐる、ま回されてたのに、最後、きゃっと、あの。そこへ引っ張られる感じ。そうっすね、結局、どういう物語なんだっていうのは、いろいろ、こう。パラレルワールドに行ったり、戻ったりとか、結構あるんで。結局、なんか、どういう物語なんだろうなって、多分、お客さん、きには、いろいろ、こう。若干、ちょっと。 戸惑ううももで最後でもやっぱりピチッとね終わるからそれよかった、はい、<laughs> 最後もパラレルままで終わるとはあっとなるんだけどそうですね本当にヒューマンでねますはいだからまあいろんな楽しみ,しみ方ができるしあんまり先に先入観を持って、はい、ね SF やからってそ,そ,こそこもあんまり強調してみるとまた違うしそうですね,ねちょっと分からんままに本当に流されていって見るのが 一番ベストな鑑賞の、ねうん、仕方かな。はい。あんまり勘ぐってみるとね、ちょっとありす、うんはい。非常にでも、本当にエレベーターの一本でそういう世界を切り替えるっていうところもなんかすごいなと思いますし、本当にところどころ、ちょっと映像の撮り方も見てほしい作品かな。ああ<ー>。これは見ていて、あの、あすごいなっていうのは、何気ないんですけど、なんか、本当、 監督の取り方がね、な,なんか、なんか、すごくハーっあ、そうですか。ええー、<laughs> どこだろう。いや、だからね、あの、団地のそのポストを取るところでも、なんか違うんですよ。<laughs> あ<ー>なんか変なところにあの引っかかって。はい、<あ> SF っぽいってことです。このでん、団、う、地、ん、のこのポストの取り方って、へえーとか。 なんか変ななとこに一緒ののしましたよねはははいはい、はい、うん、なんかあの合成のカットを月とかクジラとか出てくるところは割と絵コンテというか、うん、カット割合決めていろいろカメラマンと話しながら作ったんですけどあと、うんはい、のそういうなんていうんですかね、まあ、お芝居取るとことかあと実験のシーンは割とこうカメラマンに委ねたところがあるので初、うんねはい、めて,ていただきました。 はい、それもちょっと見ていただきたいなと思います。はい、えー、<あ>最後になりますけども、はい、えー、またメッセージをお願いいたします。はい、えっ、ー、ともうあの大阪と京都での公開が近づいてきまして、はい、僕もとても楽しみにしているので、はい、あの僕も遊びに行きますので、はい、初めての劇場で楽しんでしますのでぜひ。はい よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。えー、微妙です。あの微力ですけども、応援させていただきます。<あ>えー、本日は、はい。本日は忙しが中、どうもありがとうございました。ありがとうございました。